はい、SF です。話題っすね。トレンドニュースの話題だね、僕なりの今日の話は。よいしょ。さあ、猫を助けてあげてほしいってことをね、どんな話やってあれだけど、なんかあれ人権の方でさ怒っとるけども、メンタリスト第5が生活保護で税金を使うよりもね、生活保護にはお金は払いたくない、猫の方にね、お金を助けることにお金を使ってほしいっていうことに対して大炎上して、どうかなっていうのを、俺はメンタリストの第5のさ、最初みんなそれは人権を無視しとるやんっていう感じで炎上しとるからね、俺は両側面からできるだけ物事をね、捉えるように考えとるから、まあ、心がけとるようにね一応しとるから、どういうことやっていう風で、まあ、メンタリスト第5の動画は見ましたわ。うん。で、その後、生活保護 YouTuber っていう、YouTuber もおるわけよ。だから、手っ取り早くさ、両方の意見が聞けるなって。ただ、それはさ、世の中にはたくさんの人がおるでね。もう働きたくてもさ、体が事故に遭われたりね、難病にかかって働くこともできんっていう人もおるもんで、絶対に生活保護を必要としとる人とはもうおるからね。生活保護 YouTuber の意を見たからって別に生活保護の人とはの意見とかね、あれを全部見たわけではないからね。偏っとるけども、あえてね、炎上するっていうことは、批判されとるわけやね、メンタリスト、大悟さんは。まあ、意見割れとると思うけども、生活保護にお金を使いたくないっていうことに対して、意見が社会で割れとるっていうことやね。で、まあ、ね。答えはね、まあ、答えっていうかね、払うべきか払わんべきかとかっていう議論でみんな見とるとね、見えんくなるよ。国民の三大義務でね、見れば答えは簡単なんやけども。で、俺はさ、まあ、過激なことを言うなと思ってね、で、今度生活保護の YouTuber の方に飛んでね、生活保護 YouTuber がおんのよ。YouTube の中にも。そうするとね、いろいろね、権利とかね、そういうものを駆使して、生活保護を、取るっていうことをね、取得するっていうところの知識は紹介されとるもんね。その辺は、なんか、動画としても有益性やけども、どうもね、生活保護 YouTuber、その人だけをね、まず見た見解に、見とると最後に絶対ね、働きたくないっていう言葉を発するのね。働きたくないんだもんっていう、それを見るとね、メンタリスト第5の気持ちもわからんでもないっていうか、働けないんだもんってのはありなんよ。だって
大怪我しちゃったりとか、心の病気とかでね、働きたくても働けないで、あの、生活保護を取るっていうのはね。で、また、復活すればね、いいしね。あの、向上心の可欠っていうかね。だから、俺は両方とも、さ、両方ともっていうか、メンタリスト DAIGO の言っとる意味が理解できんっていうわけではない、正直。ただ比べとるものが人じゃなくて猫と比べとるのかっていうのにちょっと驚くけどね。頭がバグっとるとも思う。ほんでさ、置き換えたらいいかな。わかりやすく例えたら。ここは戦場やったとするやん。もう国家のさ、もう非常事態よ。でもタイムスリップして、まあね、第二次世界大戦でもいいんだけども、まあ日本が戦った戦争って第二次世界大戦やから、第一次はそのあれやな、主要国として参加してないで、まあ第二次世界大戦の真っただ中のどっかの戦場に行ったとするんや。でさ、生活保護を怪我した人に例えましょうか。そしたらね、もう戦えんから。怪我をされたもんで、その人を、戦場でね、怪我をした仲間を助けんのかっていうことなのよ。で、見捨てたら、戦場やからね、極限状態やから、生活保護も極限状態やから、見捨てたらさ、もう助からんじゃん。戦場で怪我をして。でも、助かったらさ、また、ね、同じように戦えるじゃん。まあ、仕事をするっていうものが、戦うっていうね、戦場をやったとして極限状態より、ね。でもさ、だから、怪我した仲間とかね、傷ついた仲間は助けるべきやん。じゃあ、さ、戦うっていうことに対してね、まあ労働に置き換えとるけども、全員が辞めたらさ、そりゃ戦場やったら敵に攻められて全員皆殺しになるじゃん。まあそこの軍が全滅とかね、まあ日本が崩壊するっていう方につながると思うんだけども、全員地獄へ行くわけじゃん。だからまあ仲間は助けるべきやけどさ、逆にさ、いや、助けてもらう方がさ、みんなが助けてくれるで、俺、戦うのやめたって、働くのやめたっていうやつがさ、俺も別にみんながみんな、生活保護全部受ければいいじゃんって、みんながみんな戦うの全部はやめりゃいいじゃんって言ったらさ、それはさっき言ったけど、それは崩壊するよ。働きたくないんだもんって言ったら、それは崩壊するよね。だから、傷ついた仲間は助けるべきやし、それがまた、怪我とかね、病気が治れば仲間と共にまた戦うべきやしね。全員がやめたって言ったら、まあ、そこが戦場なら、まあ、敵が攻めてきてね、皆殺しに遭うっていうだけやけども、それは戦場に置き換えましたけども、まあ、日本の場合だったら、勤労義務をどちらもね、
拒否しとるのと一緒やからね。だから俺はその生活保護 YouTuber を見た時にちょっと残念な気持ちになったっていうか、まあこう生活保護を取得するっていうものに対してこういろんなアドバイスとかをされとるもんで、まあいう生活保護をこれから取る必要性がある人にはね意味のあるチャンネルやけども、働きたくないで働かんっていう風になると国家破綻に伝うよね。そういうことっていうかさ、ああもうみんないいいいいい、全員国民全員生活保護を取ればいいじゃんみたいなだって働きたくないんだもんって言ったら全員生活保護になったとするじゃん、崩壊するじゃん、または大きな増税が待ち構えとるっていうことはね。だからお互いをリスペクトしなあかんっていうか、助け合わなあかんっていうかね、持ちつ持たれずなんよ。でメンタリスト大吾は生活保護に使うなら税金納めたくないっていうのは、国民の三大義務の、納税の義務を拒否しとる。んで、生活保護 YouTuber の、まあ、あの人は別に炎上しとるわけじゃないけどね。動画を見てたびたび口にしとる、働きたくねえんだよっていうのは、勤労の義務の放棄だね。働けないから働かないっていうのは、働けないから生活保護っていうのはまあありやけどね。あとは教育の義務がね、レベルが低いけどね。学校行きたくねえっていうのはありやな。学校行かずに家で勉強するもんねってのは、全然学校なんか行く必要ないよ。教育の義務は放棄してないからね。学校にも行かねえし勉強もしねえって言ったら、三大義務のね、教育の義務を放棄しとるよね。で義務を放棄せりゃええやんって、みんながみんな全部税金納めんのも嫌やし、働くのも嫌で生活保護で全員国民が生活保護やし、教育も学校行くのも嫌やし家でも勉強しねえ地獄のような社会やけどな。うん、もういいいい、全員いいやらんでええって言って、あやめたって言って国民全員が放棄したら、まあ国が崩壊しますわな。うん、んで、まあ、難民となって、まあ、みんなバラバラになって、まあ、あるものはどこかのね、国へ入れる可能性も、難民としてね、助かる必要性もあるけども、難民になっちゃうと、難民申請を許可された国に入れるわけやから、難民を申請して、ね、受け入れないっていう国には入れませんから、どっかね、居場所がなくなって、あれやけども、国家破綻につながるっていうのを、前提としてね、日本が今、国家破綻に向かっ、みんな金融で破綻するって思っとる、ことが多いけども、日本って借金で大変になっちゃったって。俺はそっちでこの国がね、崩壊するんじゃなくて、なんていうかな、国民意識の欠如でね、納税なんかやる必要ねえでやーらねえって言って、国家運営が成り立たなくなって崩壊するとか、まあ、学校行きたくねえで、勉強もしいねえ、学校もいいかねえ、家でも勉強しいねえって言って、
人間の資質が落ちてね、バカばっかでね国が経営できんくなるか、人の問題でね、あーいい全員生活保護やったーって言って全員働かねーって言って、国内インフラが全部ストップして国家が破綻崩壊するか、そっちでね、この国が先に潰れるような気がしとるっていうか国って我々の生活そのものやから、自分らの生活を崩壊させようって思っとることが近いっていうかね、まあそういうことでね、国とは何ぞやっていうところから考えていけば、まあ多少はあれなんかなってのを思いましたっていうことで、まあ動画として終わりにとしたいと思います。ヨセフでした。